将来的にこの地域に残るという選択肢をした子どもも、町に行くという選択肢をした子でも、どちらに住んだとしても英語というツールを生かしたら活躍できる。子どもたちがやっぱりこう英語をちょっとずつ身につけていくっていうことは、世界の人々にもね、発信していける原動力になると思うんです。世界とやっぱりいろんな交流できるのは英語とやっぱり ICT の技術だ。これはぜひとも子どもたちに身につけてほしいものだと、そういうふうに感じております。現地の方と話ができたりするだけで、その国が好きになったり身近になったりしますもんね。やっぱ話をするっていうことは全てのことがつながっていくきっかけになると思うので、とても大切だと思います。この地域はまあ小規模校が多くて、まあ、福祉学級も多いと。ただ福祉学級に対するその様々な支援っていう部分については、やはりなかなかその国の方も県の教育委員会の方も手が回らない状況だと。新しく実施することに対する対応で精一杯であると。それに対して福祉はまたさらに手当てをしなきゃならないというふうなことがあります。東紀州サテライトができた時に、どのような教育支援が必要ですかということをしっかり調査しました。複式学級で英語が嫌いという子どもが増えている中で、みんなが楽しめる新しい指導法を開発してほしいという要望がありました。パッてひらめいたのが圧縮版という指導法です。例えば 3,4 年生の内容ならば、3年生と4年生のテキストを2年分をクシュッと圧縮して1年に学習します。それを次の年もう一度繰り返すっていうようなところで圧縮版っていうのを思いつきました。小学校の子たちは初めて英語に触れるわけなので、文字から入るんじゃなくって、もう感覚的に会話中心っていうことで、書くっていうことはあまり求められてないんですね。例えば4年生が3年生を教える、そういう助け合いみたいな、このコミュニティ、学習コミュニティで学び合いっていうところが生まれてきて、すごくいいっていうのが現場から声が上がってます。5年生は1人で、6年生が4人の、はい、5人クラスです。英語っていうのはこう積み重ねの学習であって、ましてや片方が1人っていうところで、非常にこう学習として、まあ、楽しくない形式になるで、とても不安だったんです。それこそいろんな教科ありますもんね。そのカリキュラムが何だっていうのも全部に作成に関わるというのは大変、これはお手上げ状態なところを救っていただいたのが大野先生たちです。教員の経験がある方だったので、とても私たちの話を分かっていただけたと。で、私たちの困り感っていうものを親身になって受け止めていただいたことです。他の地域には負けない教育、まあ、そういう都会地には負けない教育ができるんではないかなと、私自身はそうして信じております。ぜひともその先生方がより少しずつでいいですから、この取り入れてもらって伸びていってくれればなっていうことを思っています。そういうことが、まあ、この今現在やってる業務の、まあ、私個人の夢かなとこう思っています。この三重県南部っていうのは遠隔地と呼ばれるんですが、将来的にこの地域に残るという選択肢をした子どもも、町に行くという選択肢をした子でも、どちらに住んだとしても英語というツールを生かしたら活躍できるっていう世の中の今仕組みになっているんですね。グローバライゼーションで、だからこのツールをしっかり身につけて世界のどこでも活躍できるっていう子どもを育てる
ていうのが使命だと思っています。